ブラジルのミナスジェライス州カピトリオという町に家族で訪れた時の続きの動画です。よかったら上の初日の動画と続けてご覧ください。北が全部北が全部滞在2日目、この日はこの家のオーナーのヘナットさんがやっている滝めぐりボートツアーに行きます。ボートに持ち込む全員分のランチを作るお兄さん。さあ準備して出発するよ。ファミリア相談。ボートが出る港に到着。この日はですね、カメラを防水ケースに入れてるため基本的に音がほぼ入っていないこと、あらかじめご了承ください。船長のオリバーさんの運転で出発。手洗いがてら早速バーに立ち寄ります。これは、牛の串焼きにファロッファというキャッサバイモの粉をまぶしてあります。しょっぱくて美味しい。こういった水に浮いたバーがたくさん点在しています。さて滝めぐりツアー、どんどん進んでいきましょう。初日に行った吊り橋が遠くに見えてきました。いよいよ目玉スポットである滝行ポイントに来ましたよ。総酒の番が来ました。防水カメラで準備万端。これ想像してた10倍以上の水量でした。お父さんとビニシウスがメインで突入です。一転して穏やかなエリアにやってきました。ブラジルの国鳥でもあるトゥッカーノ、大橋ですね、が生息する谷で、運が良ければ野生のトゥッカーノが見れるそうなんですけど、
残念ながらこの日は見られず。このフロートバーを抜けるとまた別の水浴びスポットです。ちゃんたちも気持ちよさそう。兄弟で楽しそう。無事に港に戻ってきまして、この日の半日ツアーは終了です。キャプテンオリバーありがとう。帰りにスーパーに寄って夕飯の具材と明日の朝ごはんを調達します。お母さんもプールに入った。ついにツアーの時は水に入らなかったけど、
まん。カレビチャンネル登録お願いします。Inscreva-se no canal e aguarde o próximo vídeo.